3、2、1、どうぞ。ここには私が生まれてちょうど180年目、私の顔が日本の紙幣の肖像画に出した。私も長く銀行に携わってまいりましたが、まさかそんなことになっているとは非常に驚いております。本当、まあ、当時のお姿そのものなんだろうなというところで、本当にそっくりだなというふうに思っております。道徳と経済とは、共に両立して進めていくものでございます。にもかかわらず、多くの人は儲けに走り、道徳心を忘れてしまう傾向にありますので、人すなわち富ならず、富すなわち人ならず、道徳経済の一節がいつの日か広く世の中に普及し、皆さんの考えとして、今日はいい話をありがとうございました。Ha ha 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 ha!